福岡県では昨日、新型コロナウイルスの感染者が新たに9386人確認されました。月曜日としては過去最多です。福岡県によりますと、新型コロナウイルスの新規感染者の内訳は、北九州市で1523人、福岡市で1547人、久留米市で291人、県が管轄する地域で6025人でした。 一日あたりの新規感染者数は、一週間連続で、前の週の同じ曜日を上回っています。七十代から九十代以上の男女七人が死亡しています。最新の病床使用率は、七十七点一パーセント、重症病床使用率も五点零パーセントで、どちらも前の日を上回りました。佐賀県では、新たに、千九十三人の感染者と、一人の死亡が確認されています。